さんのキットで、アルトとセルボを制作中なんですけど、まあとりあえずね、アルトの方を今もうちょっとだけね、ボディの方とガラス面ですね、の方を色分けをしてみました。で、ガラス面と、ボディの方をもう前回のね、この動画が終わった後から、もう包帯みたいにね、ぐるぐる巻きでマスキングをぐるぐる巻きにして、やってみました。で、まあね、今なんですけど、このマスキング空いてるとこですね、窓枠、ボディの窓枠のとこで、ガラス面の窓枠のとこっていうのを、ウエストブラックですね、はい、フィニッシャーズさんのとこの色の、ウエストブラックを拭いてやってみました。で、今ちょっと乾かしてます。はい。で、窓枠のとこもなんですが、まあサンルーフのとこもなんですけど、このね、横のフェンダーのとこのね、ハザードのとこと、でこの、ボンネットのとこですね、スズキのマークかな、アルトのマークかなのとこも黒く拭いて、で、このリアの方のスズキのとこですね、ナンバーがつく上のとこですね、のとこと、で、あと、テールランプの周りですね、はい、クリアのテールランプのガラスがつくとこですね、の周りを、箱と、説明書のとこを見てたら、周りが、黒くなってましたので、そこを、まあ、マスキングでね、開けて、拭いてみました。で、あとね、まあ、箱のところでは、ここのね、ハッチバックの上のね、まあ、この蝶子貝みたいなところですね、が、赤く、まあ、ボディと同じ色な、やったんですけど、僕は、とりあえずね、とりあえず黒く、塗ってみました。で、これから、まあ、筆で、かなって思うんですけど、シルバーですね、に塗ってみたいかなと思います。はい。で、この、リアのガラスのとこと、で、フロントのガラスのとこは、まあ、黒、まあ、外側が黒い部分で、で、中の部分が、シルバーに、なってますので、そういう感じでちょっとやってみたいかなと思います。はい。で、あと、まあ一応ね、この、とりあえず、ハザードのとこと、ここの、スズキのマークのとこ、っていうのは、今黒く塗ってますが、
そこもシルバーに塗ってから、ハザードのとこはクリアオレンジを塗って、やってみます。はい、ボディの方はねこんな感じで今、ちょっと乾かしてでやってます。で、あと窓ガラスっていうかガラス面のとこもちょっと乾いたら、まあボディにつけて、で、前回言うてましたダッシュボードですね。はい、このダッシュボードをボディのボンネットの裏ですねに、ここの、はい、まあ出っ張りのとこですねをつけて、やってみます。まあこのやり方って言うたら、オーナーズクラブの32分の1かなとかのまあやり方みたいな感じですね。はい、普通でしたらね、この大きさとかのプラモデルでしたら、とりあえずここにね、シャーシのとこにくっつけるのが多いと思うんですけど、このアルトとかセルボっていうのは、このボディの裏ですね、ここにダッシュボードをつけるっていう感じになってますので、まあそれはね、まあ青島さんでもまあアルトとかだけかなって思います。あとのね、青島さんのキットでしたら、まあシャーシのとこですね、内装のとこにパコンとくっつける状態になりますが、今回のアルトの方は、ボディの方に、裏の方にねくっつける状態のダッシュボードになります。はい、で、またこれ、アルトの方が乾くまでに、これ今ちょっとパコンとつけてるだけなんですけど、セルボの、ボディまた、マスキング全部にしてね、窓枠だけ開けて、で、同じこの部分は、中がこの横でしたら、この中がね黒くて、周りがシルバーになってます。はい、その感じでちょっとやってみたいかなと思います。まあ、とりあえず全部、マスキングをします。はい、で、ガラス面もね、セルボの方もこれマスキングして、黒い窓枠ですね、やってみたいと思います。で、それからね、セルボの方、まあアルトの方はもうね、シートつけてますのであれなんですけど、セルボの方ね、ちょっと違う、まあカーモデルの方でこんな感じの、バケットシート、はい、こんなんも出てきました。はい、で、とりあえずね、セルボの運転席の方だけですね、ちょっとバケットシートにしてみたいかなっていうのもあります。はい、アルトの方はかっこいいと可愛らしいを掛け合わせた、感じにしますが、セルボの方はちょっとかっこいいだけっていうか、まあ走り屋系みたいな感じですねにしてみたいかなと思ってます。はい、で、マフラーもね、今つけてるんですけど、シャーシにはつけてるんですけど、こんなねダブルマフラーみたいなのもありますし、で、こんなね、これは藤見さんかなのなんかのマフラーですね。はい、もあったんで、まあ
つけてみたいかなと思います。はい。で、アルトでもね、セルオでも、まあどっちでもいいんですけど、こんなバン、昔ね、バンパーとかにくっつけるような感じの、はい、こんなんが、まあラジエーターみたいな感じのやつですね、が出てきたので、これも加工してつけてみたいかなと思います。で、バイクでちょっと作って、余ってるこういうねホースですねみたいなやつもあるんで、加工してちょっとつけてみたいかなと思います。はい。まあ、箱ではね、アルトもセルボもノーマルみたいな感じなんですけど、僕はちょっと、セルボはヤンキー車みたいな感じで、アルトの方はかわいらしい系なんですけど、ちょっとかっこいい系みたいな感じにしてみたいかなと思ってます。はい。またこれね、この動画が終わったら、まあ、次回の動画までの間にね、セルボのマスキングして、窓枠の方色分けして、で、ガラス面の方もね色分けしてっていうのをして、次回の動画で また紹介をしてみたいかなと思います。はい。まあ、今回はね、こんな感じでちょっとアルトの方のボディの方マスキングして、窓枠の方色分けして、でガラス面の方も色分けをしてみました。はい。あ、それとね、ちょっと何かのね、これちょっと見えづらいと思うんですけど、何かのカーモデルの、ちょっとカーナビっぽいやつが出てきたんで、でこれを、アルトにつけてみようかなと思います。はい。今これメッキやったんですけど、黒くちょっと塗ったんで、これはまあ、カーナビでもポコンと出るタイプのやつにしようかなと思います。はい。ダッシュボードのとこにね、くっつけようかなと思います。はい。こんな感じで、カーナビの方も、まあ色分けをしました。はい。まあ、こんな感じでちょっと、ちょっとずつまたね、進んでいってるんで、完成の方もね、まだできないと思います。はい。次回ぐらいでねできたらいいかなっていうのもあるんですけど、まあそれはね予定は未定なんで、はい。また完成するときには、ね、また下の完成したよっていうぐるぐるマシンで、やってみたいと思います。はい。まあ、次回もね、次回はセルボの方の色分けをしてみたいかなと思いますんで、よかったら見てください。はい。それでは今回はアルトの方の色分けをしてみました。はい。それではお疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。バイバーイ。